10人で戦った水原三つ星ブルーウィングスがヴィッセル神戸を相手に最後まで健闘したものの、PK の松に敗れ、アジアサッカー連盟チャンピオンズリーグ4強進出に失敗した。水原は10日午後、カタールドーハのアルジャヌーブスタジアムで開かれた 2020ACL ベスト8でヴィッセル神戸と対戦し、延長まで120分の死闘を繰り広げた松、1-1のまま PK 戦に突入。PK 戦で水原は神戸に 6-7 で敗れた。世界的スターのイニエスタが負傷によりベンチとなった神戸を相手に、水原は試合開始直後から積極的に攻め、前半5分アンサンヒョプのシュートで雰囲気を高めると、その2分後に先制ゴールを挙げた。しかし前半35分、神戸のカウンターの場面でキムテファンが相手選手の突破を防ごうとした際のファウルで主審はペナルティエリア内と判定し PK を宣言。その後、VAR 判定でエリア外と最終判定されたものの、キムテファンに対するカードはレッドカードに変更され、一発レッドで退場となった。さらに、フリーキックからチャンスをつかんだ神戸が1点を返して同点に。以降、数的不利となった水原は神戸の攻撃をなんとか防ぎながら延長まで1-1を守り続け、PK まで10人で望みをつないだが、結局 PK 戦で敗れて ACL ベスト8で姿を消した。